エアラブルーン、またはエルラブルーンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ郡の町村で、マルゲイツヘイヒハイム行政共同体を構成する自治体の一つである。エアラブルーンはワイン町として有名であり、その他にも立派な果樹園がある。また、夏には大きな人気を誇る大規模な水浴地がある。エアラブルーンは、 州道2300号線沿いに、ビュルツブルグから約 10km 北に位置する。この町の町域は、ホルケンベルクの登録からマイン川の間に広がる。隣接する市町村は、南に、マルゲーツヘイヒハイムと、ファイツヘイヒハイム、西にライナッハ、北に、ツェリンゲン及びトゥンガースハイムである。エアラブルーンは、エアラブルン地区単独で構成される。この町は、 マルゲイツヘイヒハイムに本部を置く、マルゲイツヘイヒハイム行政共同体を構成する、自治体の一つである。エアラブルンには二つの入り口がある。マルゲイツヘイヒハイムからの南の入り口と、チェリンゲンからの北の入り口である。徒歩であれば、水門を通ってマインガー東岸の町に行くこともできる。この町は、公式には、エアラブルン集落単独で構成される。十二世紀には、 現在の町の北外れにあるホルケンベルクにファルケンブルク城があった。ファルケンベルクの住人はラーフェンスブルクの風神たちであった。ビュールツブルグ市教、コンラートフォン・クバルフルト殺害に対する制裁として、この城は取り壊された。現在その遺跡には、わずかな石材が残るだけである。この町の最初の記録は、1209年で、現在のエアブルンの長域は、 リーネック博の所領に含まれていた。この博家は、ビュルツブルグ司教に借金をし、その担保にこの地域を差し出した。エアラブルーンは1803年にまず、バイエルン大公領に世俗化された。その後、プレスブルクの和訳に基づき、トスカーナ大公フェルディナンド三世が創設した、ビュルツブルグ大公国に移されたが、1814年に、最終的に、バイエルン王国領となった。 バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により現在の自治体が成立した。カトリックの聖アンドレアス教会は1381年に組織された。1591年には独立した被災区となった。それ以前はヘッドシタット被災区に含まれていた。教会堂は東海の危険から1655年に 取り壊され、翌1656年から新たに建設された。この教会堂は1657年9月16日に建造された。教会内部は1999年に一部改修された。古家を残して新し家を作るというモットーのも1991年から町の改造が推進された。これにより古い町並みを通る道路や、それに接する。 小さな通りが拡張された。増大する住宅需要に応えて、2005年、町の北部に大規模な新興住宅地、アムエアラブルーン、ゴルトビューラインが造成された。この大規模開発の開始にあたっては、法的、経済的援助が多方面からなされた。開発コストは230万ユーロであった。エアラブルーンは1875年には779人であった。 19世紀の終わりに向けて人口は減少していき、1900年には652人になっていた。その後の時代、町は再び人口増加に向かった。1925年の人口は701人であった。町の人口は、1970年997人、1987年1、320人、2000年1、574人であった。 この町の議会は十二議席からなる。歴代の町長を一家に列記する。赤と金の横地町の上に緑のドウの房。エアラブルーンは1957年にこの紋章の提案を受けた。それ以前の町の印象や紋章には、教会の守護聖人である聖アンドレアスが描かれていた。この印は1800年頃まで使われていたが、世俗化後は使われなくなり、忘れ去られたが、 2003年に再発見されたエアラブルーンの教会背後の山の中原に礼拝堂が見える。この町は遊歩道網に面している。特にワイン山やドイツ最大の欧州黒松の森を通る遊歩道は特筆に値する。この町やマイン川の渓谷を一望できるホルケンベルクには1876年に創設されたマリアの救いの巡礼礼拝堂がある。 そのすぐ近くには上司のファルケンシュタインがある。町の南外れは2つの湖がある広さ19ヘクタールの近郊保養地となっている。ワイン栽培業者は自家製ワインを飲ませるワイン酒場を営業している。ゾンマーナハトフェスト、シュトラセンバインフェスト、ベルクフェストが毎年町のサークルによって運営されている。1995年から2005年まで。 エアラーブルン文化ビューネでは、野外演劇、ゲブロヒエネ・シュビンゲンが上演されていた。この芝居は、ファルケンベルク城やラーフェンスブルク城、ビュルツブルグ市教、コンラートフォン・クベルフルト殺害といった歴史が題材となっている。この街を、北のチェリンゲン方面から、南のマルゲイツ・ヘイヒハイム方面へ結んで貫く、唯一の街道が、修道230号線である。 この町を貫く道路は手狭であるため1987年にバイパス道路が開通した。マイン川を渡るには歩行者専用のエアラブルーン水門を通らなければならない。川縁の町でありながらエアラブルーンには船舶のための施設がない。ただし水門の南の岸壁に係留することは可能である。エアラブルーンにはかつて駅があったがその場所が川の向こう岸であったことから 町との交通の便が悪かったため、利用者が少なく廃止された。1958年に創立された基礎家庭学校は、1969年以降、ライナフ・ハヤツェルの基礎家庭学校とともに、マルゲイツ・ヘイヒハイム学校連盟の分校となった。スペースが十分でないため、2年に1クラスしか設けられない。 合間の年の児童は、マルゲイツ・ヘイヒハイムの学校へ行かなければならない。上級の学校はこの町にはなく、本家庭学校は、マルゲイツ・ヘイヒハイムに、ギムナジウム、実家学校、職業実家学校、大学は、ビュルツブルグにある。ありがとうございます。